皆さんこんにちは。こんにちは。Bレジェンド管理栄養士のののめです。今日は前回に引き続き、リアスタフィットネスから田中トレーナーをお呼びして、お話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。前回はですね、普段の食事ですとか、トレーニング方法、についてお聞きしたんですけれども、今日はですね、大会があるってなった時に、その大会に向けての、調整の仕方っていうのをまずちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけれども、田中トレーナーは体重、普段が、今80、そうですね、83から4ですね、34キロで、そこから大会までにどう変わっていくんですか？大会は当日に体重を測るんですけど、その時が74キロを切ってないとダメっていう状態。体重別なんですか？そう、体重別です。なるほどなるほど。じゃあ74キロを切らないといけないってこと、結構10キロぐらい。そうですね、10キロぐらい落とします。それはじゃあどれぐらい前からその調整って始めるんですか？そうですね、僕はいろいろ試してるんですけど、半年ぐらいかけてもちょっとずつ落とした時と、3ヶ月ぐらいで落とした時とか試しては見てますけど、半年ぐらいかけて落とした時の方が今のところ良かったかなという感じですかね。なるほど。確かに10キロですものね。半年だったら1月に1キロちょっとぐらいペースで。でもその最後の4キロは水です。なるほどなるほど。そっかそっか、そうですよね。水抜きします。ちなみにその大会の当日に体重を測って、でその測定が終わったらその後っていうのは増えてもいいんですか？そうです。だから大体最初の試技って言って、重いの持つスクワットをやる時があるんですけど、大体2時間ぐらい前に体重測るんですけど、測り終わったらもうガバガバ水を。お水なんですね。水というかちょっといろいろ入れてる回復用のお水です。なるほどなるほど。じゃあそうすると4キロってことは、じゃあ6キロだから本当に1月1キロ弱ぐらいのペースで落としていく方がっていう感じですね。そうなんですね。極端に変えないように。なるほど。そういう時はどうやって落としていくんですか？食事を。そうですね。メインは食事とおやつと。おやつ。おやつを。おやつ食べてるんですね、普段は。そうですね、美味しいですね。そうですね、おやつもね、いろんなおやつあると思いますけれども、補食になるような栄養価の高いおやつもあれば、そうでないおやつもあると思うんですね。そうでないおやつを食べてそうな感じがありますが、でもおやつって食べることによって嗜好品ですけれども。気持ちはね、健康になったりしますからね。なんかね、美味しいって思って幸せな気持ちになりますからね。一概に何でも悪いとは思わないんですけれども、食べる分動くという。なるほどなるほど、それはもうなるほど。でじゃあ大会前になったらちょっとそのおやつも。そうですね、おやつを減らしていって。なるほど。食事はどうですか？食事はね、おかわりをやめますね。いつもはおかわりをするけれども、おかわりをやめる。なるほど。そのおかわりするのはいつも何なんですか？大体ご飯なんですか？なんか美味しいと好みのおかずがあるじゃないですか。これもうちょっとハンバーグもう一個食べたいな。なるほどなるほど。やめると。なるほど。じゃあ本当に普通の人の一食分ぐらい。そうですね。明日のお弁当にとってるとんかつとかを。それ食べちゃってたんですか？これもう一個いけんじゃないかなっていうので食べるのを。試合近づくと、減量だなっていうこと。なるほど。やめると。じゃあ消費エネルギーに関しては、トレーニング内容はちょっとハードになっていったりとか、そういう変化はあるんですか？トレーニングの内容自体はハードになったりはしないですけどね。じゃあそんなに消費エネルギーは変わらずで、摂取エネルギーをおやつとおかわりを抜くことによって1月に1キロ弱落ちていくと。過酷な減量。過酷で思ったよりはそんなに過酷じゃなさそうですね。なるほどなるほど。へえ。では半年ぐらいかけるのがいいと。そうですね。それでじゃあ結構落ちるんですね。で最後のどれぐらいで水抜きに？最後は2日から3日ぐらいでまあ、塩分控えていったりとか、はいはいはい、まあ、水を飲む量を減らしていったりとかして、まあ、抜くって感じ。それでまあ思ってるほど水抜けてなかったら、うん、最後はちょっとこうサウナとか銭湯に行って汗とかなので、はい、水を減らすっていう感じですか。そうなんですね、はい、あんまりおすすめではない体に悪い、はい、田中トレーナーは、まあ、そうやって減量もするし、なんか昔って、はい、今の体じゃなかったですよね。ああ、そうですね。そうですよね。はい、まあ昔は細マッチョを目指した時期もありました。なんか昔の写真が急になんか出てきたのがありまして、はい、見たら全然今みたいな体じゃなかったんです、はい、田中トレーナーが、はい、よく細マッチョからここまでバルクアップしたなっていうふうに思いまして、はい、その、はいはい、結構バルクアップに興味のある方多いんですよ。はいはいはい、なので田中トレーナーのそのバルクアップした方法っていうのをお聞きしたいんですけれども、まあ、基本的にはまあしっかり食べて、うん、であと基本種目ですね、やっぱりまあベンチプレスとか、はい、まあ、バーベルスクワットとか、はい、この重いものをこなせる種目をしっかり頻度を増やすというか、うん、頻度を増やしてやる。週1回 1V だとどうしても刺激が足りないんで、はい、まあ、最低2回ぐらいは、うん、重い重量をこなせる種目を入れて、うん、でそれを、まあ、重量を上げていくというかっていうところにすれば、体自体はこう栄養もしっかりとってれば大きくなるのかなという感じです。はいはい、なるほど。重い重量を上げていくっていうのを、そうですね、じゃあ同時にこなしていったんですね。はい、まあ、例えば1回じゃなくてもいいんで、はいはい、10回でもいいし8回でもいいんで、はい、それをこなせる重さを、100キロで8回だったら、はい、105キロで8回できるように目指していくというか、はい、本当にも基本的な考え方ですけど、はい、それ田中トレーナーどれぐらいで体大きくなったんですか？何年ぐらいかけて今の体になったんですか？はい、もともと細マッチョ時代はもともとね、空手の選手だったんですよ。そうですよね、はいはい、すごいんですよあれ何位でしたっけ？空手ジュニアでは日本2位までは行きました、はい、すごい。一般では全然通用せずいやいや十分ですよ。なるほど。じゃあそのジュニア時代は、ジュニアっていうと高校生です。高校生のことですね。軽量級だったんですか？はい、その時はちなみに何キロぐらいだったんですか？62キロから59キロまで減量というほどでもないですけど、はいはいはい、絞ってて、じゃあ60キロ、はい、今より20キロ以上少なかったんですね。そうですね。ここからこんなにいつの間に大きくなったんですか？でも大学生になって一般の試合に出るようになると、はい、その階級の軽量級の基準が10キロ変わるんですよ。70キロ未満になっちゃったんで、ひょろひょろじゃないですか、はいはいはい、だから知り合いのボディービルのジムに行って、うん、ウエイトトレーニングをやるようになって、最大で74キロぐらいまで大学生の時は増やしたんですかね。4年間にかけて、はい、へえ。あ、じゃあまあその時にそういう高重量の負荷とかそうですね、取り入れながら、はい、それでもまあ74キロで、はい、当時はね、はい、でもね、まあ、空手の練習をしてるんで、はい、やっぱりこう筋肉分解される方も勝っちゃうっていうのがありますよね。結構ハードにいき上がるんで、はい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 、あとは、最初は週1回の 1Vはいはい、を部位分けでやってたんですけど、まあ、かなり今よりハードにトレーニング頑張ってたんですけど、はい、めちゃくちゃ真面目に頑張ってたんですけど、はい、なんかね、週 1V ってそんなに僕の場合は大きくならなかったんで、むしろこう、まあ、楽しくできるバーベル種目を頻度増やしてた方が感覚的に大きくなるなっていうのがあったので、それで頻度を増やしてバーベル種目を中心にするっていう感じになりましたね。あ、じゃあ両方体験しての、もういろんな方法を試してのその体重の増やし方っていうところにたどり着いたんですね。筋肉痛あんまりない割に大きくなるんで、はい、それ楽しいですよね。1V ってやっぱ同じ場所すごく追い込むんで、うんうん、痛いんですよね、筋肉痛が。へえ、はい、そうなんですね。じゃあまあ、はい、そんなに痛くもなくで、そうですね増えてたら楽しいですもんね。またそっちの方が僕としては楽でしたね、効率がいいというか。そうなんですね、はい、へえ、それはもう皆さん嬉しい情報ですね。バーベル種目はやっぱり重いのがこなせるので大きくはなりやすいですね。そのまあでも見た目をかっこよくするにはやっぱそこから、はい、まあバランスを取るような種目とか、まあベンチプレスだとやっぱりこう、胸のフラットだと胸の上部とか下部とかそのアウトラインを出すような形にはなりにくいんで、はい、まあその辺はやっぱりこう見た目にこだわる時期も来ればいいんですけど、最初はある程度土台を作るという意味では、もうバーベル種目をしっかりやるっていう方がいいのかなと思います。そうなんですね。あとはいっぱい食べる。いっぱい食べる。そうですよね。はい、元がないとね、体を大きくする元がないと大きくなりませんからね。なるほど。といってその履くほど、なんですかね、まあ、僕も昔やったことあるんですけど、ハンバーガー5個とか、トレーニング後に食べて大きくするんだっていう、その昔はそうだったんですけど、それやるよりももう美味しく食べれる範囲でいっぱい食べる、一気に食べれないんだったら回数増やすっていうのがぐらいでも十分いいのかなとは、まあ、体質によるかもしれないですけど、確かに確かに、はい、なるほど。私も今よくラグビーとかそういう体を大きくしたいっていう、子たちの栄養セミナーしたりとかサポートしてるので、いつも3食の食事プラス補食で話してるので、間違ってませんでしたね。よかったです。あんまりね食べれない子って一気に食べれないと思うんですよ。胃がちっちゃいというか満腹感が来るのが早いんで、だったら間で食べるようにする。で、間に食べるようにすると大体その時間になると空腹感くるんで、はい、食べれるようになるというかなりますね。食トレですね。ありがとうございます。とても参考になりました。では、本日はですね田中トレーナーを、お迎えして、今大会に向けての、減量の方法とバルクアップの方法を、食事とトレーニングという内容で、お聞きしました。どうもありがとうございました。それでは皆さんグッドボタンよろしくお願いします。またお会いしましょう。